スターメーカー闇の勇気士。やっとまともな乗り物が手に入ったな。残念ながら自由移動はできないんだ。それで塔にたどり着いたわけだが、ところどころで会話を挟むのやめてほしいな。こちらの話が中断されてしまうからな。それで探索するわけだが、ヒントとかあるのか？何もないので全て手探りになるな。効率悪いが、それしかなさそうだな。まあ、お宝回収しながら気長に探すとするか。落ちると思わせておいて通れるんだな。視覚トリックってやつだな。今の敵って、魔人像だよな。以前魔導書をもらう時に戦ったやつだな。イベント用のモンスターじゃなかったんだな。どうやらデフォルトだったらしいな。
逃げまくってるが戦わないのか？戦う理由がないからな。レベル上げしなくていいのか？攻略最優先。今まで攻略優先じゃなかったんだな。それだけ時間がかかるから時短攻略。取らないのか？会話から察するに取ったっぽいけどな。戻ったら取ってませんでしたは勘弁してほしいな。手動じゃ取れないので、取ったと信じよう。グライダー大活躍だな。だが残念ながら自由移動はできないんだ。乗り物系は全部強制移動なんだな。自由に空飛びたいよな。
どうしたんだ、行かないのか。一体が行けない理由があるんだ。それはもしかすると、お約束の時間だ。